みゆけも。駿河の道に茶の流れも清き歌川若い踊ることなる松の緑の色もさえ平州森町よい茶の出どこ娘やりたやお茶摘みにここは長いの渋瀬の神秋葉神社の参道に産声あげし階段に昭和の御代まで名を残す平州森の石松を不便ながらも務めます八軒家から伏見渡す渡し船は三十石といいますからかなり大きい船でしょう。これ石松さんが乗り込んで余計なお宝を払って道の間のところ畳一畳ばかり買い切って親分には難所だが途中で買ってきた小さな酒だる縁のかけた湯飲みついで飲む大阪本町橋の名物押し寿司を脇を置いて酒を飲み寿司を食べているうちに船が川の半ばに出る乗り合い衆の話利口がバカになって大きな声でしゃべるつまり退屈しのいこの話を黙って聞いていると面白いお国自慢に名物自慢しまいには豪傑な話が出る武蔵坊弁慶とのみのすくねが相撲を取ったらどっちが強いだろうつまらね話をしてやん弁慶とのみのすくねが相撲を取ってたまるかいだけど面白いなこの話が酒の魚になるからなおお笑いながら飲んでたらおおこの話にだから枝いつしか咲いたよ見事な花が変わりました親分衆の話となる商売は道によって賢しとやら自分の都政の話が出たもう親分次郎長の確か名前が出る自分と乱暴の石松が聞いているとは夢にも知らず乗り合い衆は大きな声お前さんなんだね大変この博打打ちが詳しいねわっしゃこのヤクザ物が好きでかしてねはあどうでしょうどこの国に一番いい親分がいますねほらまあなんて言っても関東でかしょうえ関東甲州上州武州下佐信州なんて言ったら博打打ちの本場と言ってもいいくらいでいい親分がいますからなはあ
土地に似合わないいい親分のいるところが伊勢。伊勢にはいい親分がいるね。けど親分の数の多いところは誰が何と言っても東海道。東海道にはいいのがいいんで、三州寺妻の助、西尾の次助、三つ家の和田友蔵、藤枝長楽寺清兵衛、伊豆の台場の九八、藤郡宮島俊蔵、保井郡の久保風亀吉、五位の玉屋の元禄なんて言ったらすごいからな。はは、詳しいなお前さんは。今街道一の親分てえと誰でしょうね。ないね。え、ありません。東海道には親分の数はあるが、同じぐらいに肩を並べてぐっとず抜けたのがないが、5年経つと街道一の親分ができますよ。はあ、誰です。この船が伏見に着く少し下に下る草津の追い分けに、三受け山の鎌太郎、年は28だが船が立ってそろばんが高い、ヤクザに強いが肩ぎに弱い真の強格。この三受け山鎌太郎、5年経ったら街道一の親分でかしょうな。なるほどな。なめは聞いてるがお目にかかった歌はね、三受け山鎌太郎てえな、どこ行っても評判がいい。警備がけ通らにゃならねえ草津の追い分けか。一宿一般でお世話になって、俺ははかりじゃねえが、向こうの貫禄をちょいっと測ってみようかい。独り言を言っている石松の脇でいい気持ちに寝ていた男がガバッと起き上がって、ああ、ちっちゃうるせえな、もうガガガガさんやってならんねや。少年から話し合いてになろうと思ったら、弁慶とのみの宿根が相撲取ったってや。バカバカしいから黙ってたんだ。おうおうおう、ありがてえのヤクザもんの話になったな。江戸っ子だい神田っ子だいふざけんやって、あの荷物のとこよっかかってる人、今お前さん何とか言ったの。5年経ったら経道一の親分ができる。笑せやら来年の話をすると鬼が笑うってんで、5年先の話をしたら鬼が何て言って笑うんで、今笑いように困ってんじゃねえか鬼がよ。だからさ、今の話をしてくれ。経道一の親分は今立派にあるじゃねえか。それを知らなかった。街道一の親分は一体誰でございましょう。駿河の国が阿部郡清水港宇戸町に住む山本長老、通称清水次郎長。これが街道一の親分よ。酒飲みながらこの話聞いていました。石松も今の話が出た時は思わず知らずにっこり笑い、持った杯そっとく待てば回路の潮にあり。ありがてえで出てきやがったよ。もう親分の名前が出たろうとさっきから待ってたんだが、やっぱりこういう話は江戸っ子に限んね。あんちをバカに気に入っちゃったよ。一杯飲ましてやろう。おう、おい、江戸っ子江戸っ子、お明けの今喋ってんの、あの寝起きのいいの。なんだ、いろんなこと言ってやん。俺かい。おめでおめでおめでよ。こいきねえ、こいこいすまんねえ。いいや、余計な金払って買い切った俺の場所だい。大きく言え、俺の浄化だ。遠慮はねえ、すまんねえ。ありがとう。江戸っ子だってな、簡単な丸だ。いいな、今日大阪の人の言葉あんまりおとなしくって、こしとら喋ってちゃ決まりが悪くってしょうがない。それ行くと江戸っ子だい。長い話は短くってすんじまんだ。これを唱えてざっくばらんてんだ。のう、飲みねよ。飲みねえ。飲めるんだろそうだろ、鼻が開けや。なあ、飲みよんでよせ怒るなってことよ。飲みねえ。ええ、水晶君ね、
飲みなよ。俺は酌するよ。どうした？今なんだのヤクザもんの話をしたな。最後で慶道一の親は何とか言ったな。清水次郎長。なあ次郎長、次郎長てえなそんな偉いか。え、次郎長てえなそんな偉いか。おい、なんで酒をごちそうになったり寿司をごちそうになったりして文句言いたかねが言いたくないじゃねえか。口は災いのかと舌は災いのねってこと知らねえか。次郎長てえのはそんな偉いかとはなんだよ。かだのだろうという言葉は人を疑るよ。関東八カ国、関外六カ国、十四カ国に博打打ちの親分の数ある中に次郎長ぐらい偉いのが二人と会ってたまるかい。飲みねえ飲みねえよ飲みねえよ。寿司を食いねえ寿司を。もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってねえ患者の生まれ。そうだってねえ。そんなん何かおい、次郎長は偉いかい。偉いったってけどお前さんの命だけど次郎長ばかりが偉いんじゃない。まだ他に偉いのがあるか。物事出世をするのには話し合いて番頭役が肝心さ。出世大将太鼓秀吉公に竹中半兵衛という人あり、徳川家康公に南高坊天海あり、ぐっと下がるが紀州人、みかんで売り出すあの紀の国や文左衛門も先代の浪人で林長五郎という人が番頭さんになったから文左衛門が出世をした。次郎長とてもその通り話し相手が偉いのよ。いい話し相手がいるからな、あそこには。誰だよその次郎長の話し相手ってのは。子分だよ。え、子分。いい子分がいるで次郎長には。飲みねえ飲みねえよ飲みねえよ。寿司を食いねえ寿司を。もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってな神田の生まれよ。そうだってね。そんなん何かあの次郎長にはいい子分がいるかい。いるかい。だからの詐欺じゃないよ。千人自覚子分があって、その中に大菓子元を務めて人に親分兄と言われるような人が28人。これを唱えて清水の28人衆。この28人衆の中に次郎長ぐらい偉いのがまだ5、6人いるからね。飲みねえよ飲みねえよ。もっとこっちよね。神田の生まれよ。なこと聞いてやしねえじゃねえか。よせやよ神田神田つってやろさっきから。おう、おめえの生まれなんかどうだっていいんだよ。こうなったらお前さんね、バカに詳しいようだ。俺は聞くんだけど、次郎長の子分の大勢ある中で兄弟の貫禄は問わないが、一番強いのは誰だか知ってるかい。あれ知ってない。誰が強い。清水一家で一番強いのは、うん、尾張のお先手槍組の小頭、槍を取って山本龍の使い手山本政五郎、武家を嫌ってヤクザになって次郎長の子分、体が大きいから清水の大政、これが一番だな。ああやっぱりあいつにはかなわねえな。あの野郎槍を使いやがるからね。俺はまるっきり槍を知らねえからな。やりっぱなしだから俺は。と2番は誰でいい。浜松の魚売りのせがれ、おとっさんに煩われて食うことができないしじみを売って親孝行、おかみから三度褒美をいただいたが13の暮れにおとっさんに死に別れて、なんとかやけだってんで博打打ちになって次郎長の子分、体が小さいから人がバカにしていけない、
こういう家業はバカにされちゃ男になれねえ。今日から剣術を習おう。並大抵の剣術じゃダメだって居合抜きを習った三所小粒でしりりと辛いよ。大きな喧嘩は大政だが小さい喧嘩は小政に限るって。小政が二番だな。アンチは手が早いからねえの。三番は誰でいい。戦時の草加の在の大瀬村の村役人のせがれ大瀬半五郎だね。あいつは利口だからな人間がな。俺はどっちかっていうと少しおっちょこちょいだからな。まったくと四番は誰でいい。遠州秋葉三尺坊の島釣りでおとっつぁんの敵討ちをした増川千右衛門だな。ああ五番だな俺はな。だん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 下がってきやだから嫌でもでも五番にゃ俺よりねえだろ。五番は法院大五郎。六番は追い分け三五郎。七番は終わりの大野の鶴吉。八番は終わりの桶屋の吉五郎。九番は三代の松五郎。十番は問山の大熊。出てこねえねこのね。この野郎俺を知らねえな。嫌な野郎に会っちゃったなこりゃ。ずいぶん寿司を食いやがってまた。十一番は賭場熊。十二番は豚松。十三番は伊達の五郎。十四番は石屋の十吉。十五番はお相撲綱。十六番はなめぐり初五郎。十七番はうるせえなお下足の札もらってんじゃねえ。何言ってんだ。十七番十八番知ってやん。いくら次郎長の子分が強いたって強いと言って自慢すんな。そんなもんだよ。後のやつはもう一山いくらのガリガリ亡者ばっかりだよ。この野郎とうとうガリガリ亡者にしやったな俺を。やい、もっと巻いてろ。面白くねえなてめえは。俺はね、初めておめえの顔見た時にああこいつは面白くねえなと思ったんだ。本当はさっきから黙って見てるやてめえ誰の抜くってやる。酒だって寿司だってみんな俺が買ったんだぞ。たとえ飲みねえ食いねえったってね、人ってもね遠慮するもんだ。何もう食いません。なんで俺ごと食っちゃったじゃんおめえ。何も酒飲んだ寿司を食ったからって怒るようなしみったれねえよ俺は。けど怒りたくないじゃねえか。おめえなんだね詳しいように見えるがあんまり詳しくねえな。次郎長の子分で肝心なのを一人忘れてやしませんかてんだ。この船が伏見に着くまででいいから胸に手当ててよく考えてくれ。ええおい、泣いたってしょうねえなお前さんな。いくら胸に手当てて考えたってその方がに強いとい強いと一人あった。興味のいたるべこれは強いや。お奇妙院常五郎。いやなやらなめくんちゃおますぶすんだおますぶりを。そんなもの考えろってんじゃねえ。もっと強いのがあるんでしょ。清水一家で一番強いのが特別強いのがあるんだよ。お前さんね気を落ち着けて考えてくれ。もう何事も心配しないで。いや心配なんかしてやんやな。どう考えだって誰に言わしたって清水一家で一番強い手は大政に小政大瀬半五郎遠州森の井。え大政に小政大瀬半五郎遠州森の井。あれ森の井氏だー客人すまで井の一番に言わなきゃならない清水一家で一番強いのを一人忘れていたよ。面白くなってきやったなこりゃ。これねこの酒ね今飲めってんじゃないよ。お預けだよこりゃ。後の出ようによってみんな飲ましたんだろ。誰その一番強い。彼は強い。大政だって小政だってかなわねえ。清水一家で離れて強い。うん遠州森の生まれだ。またお上がんなさい。お上がんなさいよ。もっとこっち呼んねえ。俺ねなんとなくお前さんが好きでしょうがねえ。あ初めてお前さんの顔見た時にああこの人はいいなと思ったよ。ほらあのね今日は馬の日だよ。船が伏見に着いたらお山お参りして京都見物が済んだら
あんたの体を二晩借りたよ、祇園の町で。ほら、祇園で二晩おっちゃうぜよ。ほんとね。もっとこっちなんだ、こっち。誰よ、その一番強い。彼は強い。遠州森の福田屋という宿屋のせがれだ。なるほど。左の目。左の。あれ。大変だよ、こりゃ。ほら、この話はしたくなかった。うまく忘れてたんだけど、考えろ考えろってや。どうしたい、え、どうしたい。まずいよ、話が合っちゃったよ、お前さんと女いない。何が、え、何が女いない。それがね、変なとこなんだよ。大きな恋人言えねえがね、ああ、片っぽよくない。え、片っぽよくないんだよ。何が、え、何が片っぽよくねえ。それがね、目が片っぽよくない。ああ、懐かしいな、それな。ねえ、随分面白いな。どっちの目が、え、どっちの目がよくねえ。あの人ね、ああ、あの人はつまりこう向いてね、こう向いてこっち、同じなんだよ。やっぱりこの左なんだよ。森の石松ってんで、これが一番強いやい。飲みねえ飲みねえよ飲みねえよ、寿司を食いねえ寿司を、もっとこっち呼んねえ。江戸っ子だってねえ、神田の生まれで。そうだってな、そんなのにかおう、その石松は強いかい。強いかいなんてものはこんなもんじゃないよ。神武この方博打打ちの数ある中に、強いと言ったら石松さんが日本一でしょうな。おめえ小漬けやろうか、え、あんのかい。そうかい、そんな強い。強いだってあんな強いのないよ。そう、だけどあいつは人間がバカだからね。いや、やらだな、こんちは。上げたり下げたりしてや。誰がバカだい、え、誰がバカだい。石松が。清水一家の森の石松はバカ。バカだったってね、東海道で一番バカなんだ、あいつは。だからお前さん、東海道をゆっくり歩いてごらんなさい。あいつの噂で大変。この頃小さな娘がね、子守歌に歌ってますよ。何を。石松さんの音。子守歌、へえ。俺は聞いた歌ねえが、おめえその子守歌知ってるか。わしは知ってますよ。うん、やってみな。え、やってみな。何を。子守歌、やってみましょう。お茶の香りの東海道、清水一家の名物男、遠州森の石松は、しらふの時はよいけれど、お酒飲んだら乱暴者よ、喧嘩早いがたまに傷、バカ知らなきゃ治らない。石松ってやつは本当にバカだからね、あいつは。がっかりさせやろ、この野郎。ああ、小遣いやんなくてよかったよ、こりゃ。笑いのうちにこの船が無事に節に着きました。船から上がる石松が、お山お参り京都見物できまして、これから清水海に道通りかかったところは、草津追い分け三池山、ここの家臣ごと鎌太郎、お目にかかったことはないけれど、人の噂でちょいちょい聞くが、かなり評判のいいお方、
どのくらい貫禄を持つ人か計りじゃねえがこの俺がちょいと測ってみようかなと独り言いいな。参りましたよ鎌田の宅。この時の石松の姿が白の蛇形の人へこんの一本どっこ手綱染めの上三尺千草の半桃式同じく山のつかない巨漢素足にわらじ着物の裾を三方をたっかくはしょって丸の中に金の字真鍮の金子の打ったのがこんぴら沢のお守り。それを背中一しょって傘を阿弥陀にかぶってこぼれ松葉の手ぬぐいを首んところへ引っ掛けて新東家に池田鬼神丸を一本刺して右の手へ要の取れた扇子を一本持っていたそうです。鎌太郎のうちの前まで来るとかぶっている傘を取って脇を置いた。刺しているものを抜いて下げを柄頭へちょいっと絡んで小じりを前に出した。それを右の手へ持ちました。ご当家には恨み以降はございません。お手向かいはいたしません。口には出さない形で見せる因果な加護。そうして石松の切った仁義がまことに立派であった。三受山鎌太郎と森の石松のお話ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いましてまたのご縁とお預かり。